ラジも本物どっちも本物ですか。何かはいっぱいあるんで。ああそうですよね、はい、で今回デモランするのはこれわざわざドイツからデモランのために持ってきた車で、はい、岩瀬さんが乗った車らしい、岩瀬日本人の、うんうんうん、あのトヨタからサファリ、出たドライバーさんの、それを今日デモランでジョン・デイが来ていると。すごいな。あ、ここにスーパーメカニックがあそこに担当の、どうせタバコ吸いに行っちゃってる。これが、昨日、はい、カンクネンが乗ってデモランした。今日もこの後3時からデモランがあるということで、はい、今整備中です。はい、ジョンがいないな。ジョンがいればちょっと。これが普段は日本にはない車なんですね。そうです。これ終わったら今回のためにドイツから持ってきてる車なんで、うん、ね、同じ185っていうタイプの方なので、高い車、はい、ただいっぱいね、これ世の中に何台か存在、まだ生き残ってる車があるんで、はい、それぞれまあ、プライベートでも、はい、実際そのレース TT からのお下がりを持ってる方もいれば、はい、まあ、そのまま TT 残ってメンテナンスされて、こういうイベントで走る車もあるし。あ、どうす。あ、昨日来なかったじゃないですか。待ってたんですけど。この大先輩の。あ、本当ですか。大勢の YouTube やらせていただきます。よろしくお願いします。あ、すごいな。撮っちゃって大丈夫ですか。これ何ですか。YouTube で。YouTube。そんなに有名なところじゃないんですけど。部長さんでしょ。部長さん。あ、部長さん。いや、技能すごい腕、技能養成部、トヨタの中のもう。そうなんですか。エリートのエリート。ただ高校の時から僕一緒。ああ、そうなんです。同じ部屋に住んでたので。ああ。油ぎっしゅな高校生の時から。全然変わってないです。いやいや。テストドライバーやれる中のトップなんですね。すごい。はい、ぜひこれでまた豊岡ファンが増えちゃうんで。この色男だから。ぜひありがとうございます。説明してください。これは、はい、もともと、じゃあこれをうちでラリー車ずっと作って1号車、2号車、3号車って何、うちで作ったやつは号車つけてるの。これは7号車って言ってる、うちで作った7台目の車で、はい、で GR ヤリスなんですけど、はい、全日本ラリー用に作ったこの車なんですけど、はいはい、途中でラリージャパンに出るためにアンタンをつけたり、なんかこうちょっとごちょごちょこの基準を変えた、そういうちょうど言い方が悪いですけど、はい、中途半端なあ車で、でテストに、はい、いろんなパーツのテストだとかそういうのに使ったり、そうなんですね、イベント用のデモランに使ったりとか、まあ、そんな使い方をしてる車です。じゃあ森蔵さんに乗ってもらって、壊していただくっていうやつですか。そうですね、これ自体に森蔵さんは多分乗ったことはないですけど、ノリさんがはい、いろいろテストで使ったり、人で、学校で、そうなんですか、やったりとか、そういったものに使ってる。もう豊岡さんの味付けがいっぱいなってる。味付け違う、うん、もうで人がいっぱい入れ替わり立ち替わりで、パーツもいろいろなんかこうテストしたりしてるん で、 そうなんです、ね、今がどういう状態かっていうと正確には言えないんだけど、まあ、ちなみにピラーからこうやるのはあとね、これね確かね、はい、誰がひっくり返ったのかな、新海さんかな、ひっくり返ってるんですか、一回、うん、ひっくり返ってるんですか。レースの途中でっていうことですか。ラリーで、はい、なんか実践にも出てる。出た開発だけじゃなくて、その国内ラリーにもう出て、うん、今はだから9号車まであるのかな、もう10号車までいったかな。あ、そんなにあるんですか。あ、3年前からずっと続いてってことですかね。だから、16年ぐらいから、あ、はい、ずっと10代目になってるんですね。1代目は確かビッツの GRMN1 か、ターボの GRMN ってやった、ビッツの、はい、あれが1号車で、はい、その後ビッツの GRMN2 だとか、こういろいろ86作ったりとか、はい、で GR やりする。今のロバン限定100台、ロバンペラ号とかあるじゃないですか、うんうん、あれに、ああいうのは、ああもちろんこういうやつから そこにフィードバックしてるやつはあるよ、ね、もう限定買えなかった、あれは一瞬で売れるやつですね。はい、すごい。
ああいうの応募、さっきのあのセレクションの話じゃないですけど、応募するじゃないですか、私たち一般の人たち、はい、どういう人が当たるんですか。いやいや僕も分かりません。みんな謎でどういう人が当たるんだろう。いやいやいや、本当に本当に分かりません。買わせろ。ないですか。ねえねえねえ、 そんな権利は何にもない。ありそうだけど。ねえねえ、この後もうすぐデモランやるんですか。デモランは3時から。どなたが乗るんですか。はこれは大竹選手。大竹君。はい、国内のラリー。うん。はい、こちらはこっちが。こっちはカンクネン。はい。え、カンクネンさん来てるんですか。うん、え、来てるんですよ。あれ昨日も乗ったって。あ、そうか。昨日ね、帰っちゃったかなと思ったけど、今日もういるんです。楽しみですね。へえ、はい、すごい。じゃあちょっと、はい、あ、トークショー、トークショーを見に行こうと思う。誰の？森戸さんが1時半から多分やる。これを、あ、ありがとうございました。すみません。どうもありがとうございます。すみません。あ、どうも。お疲れ様です。お疲れ様です。こんにちは。すみません。ちょっと出してもらって大丈夫ですか？あ、はい。すみません。YouTube なんですよ。いいですか？マジですか？いいですよ。まあいいですよ。いいですよ。まあ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 こういう感じなんで、はい、ニトさんですね。はい。ニトさん、この車をいろいろ整備、今回ジョンデーと一緒に、はい、整備されているニトさんです。はい。車のいろいろね学びながらやってる方、ね、勉強しながら、はい、はい。普段は日本にいらっしゃる。そうですね。あ、日本にいます。あ、そうなんですか。はい。下山の車両開発現場のところにいらっしゃる方ですね。はい。ああ、じゃあ、多分ジョン・デイさんとかが多分やられてて、はい、まあそこと何かあったらコンタクトを取りながら、はい、やるっていう、なるべくオリジナルを維持したいっていう。で、これ胴体保存して。いつドイツから来たんですよね。はい、いつ来たんですか、この車ドイツ。本当に昨年です。去年来て、で、はい、その間ずっと、はい、ニトさんが面倒を見られて、そうですね、で、でその直前の時にジョン・デイが、そして、はい、イベントになって終わった、はい、まあ、前回ラリー北海道の時のデモランでも使ったんですけど、それからちょっと調子悪いところがあったりとかしながら、いろいろあって、はい、ちょっと教えてもらうのに来てもらって、はい、っていう、全日本のラリー北海道で、はい、yeah. 9月です。コンティニュー、ジョンが現れた。イエーイ、この車の解説を。So, John, please tell about this car. History. This car? The history, yeah, of this car? History, yeah. This car is 4th place, 1993 Safari car, driven by Japanese driver Iwasi. Safari 4th place, なった車です。But in front of the car was three other Toyotas. その前に他のラリーで出てる。はい。So it was Toyota 1234. 1234? まさに私たちがちょうどバブルの頃に、93年、4年。一番盛り上がった時の車ですよね。そうですね。自分も入社して間もない頃の、はい、一番強かった時代で、日本国民がもう絶叫してた。みんなが憧れたこのカストロールサファリ。Yes. いやー、もうエビワジの、あ、yes. 限定車が発売されましたね、確か。あ、そう、これも限定車、なんとか RC でしたっけ。そうですね、RC モデル、うん、もうよだれもんでしたよね。もうその頃のメカニックですね。それをやっていた人ですからね。そうで、聞いたのは、これ毎回、so I had the, every time after the session to change the turbocharger this time の、yeah, これターボチャージを毎回変えて、セッションが使い捨てで、タービンがすぐ壊れちゃうと、だからもう何だろう、暑い中チンチンでバーって外して変えてすぐやるっていうのを変えてたっていうのを、この前誰だっけかな、あ、そう、もうすぐ来るメカニックが、あ、そうなんですか、言ってました、夕方が、ウォルフガンテルです。You have to remember, はい、this year the spare turbocharger。あ、そう、いや、the turbocharger。そう、あ、そう、ここにね、黒い、そう、この黒い箱あるじゃないですか。あそこにターボ積んで走ってたんですよ。え、なんでターボ運ぶため。That's a spare turbocharger。そう、いや、故障した時に、故障しなくても、毎回
あ、そうなんです。そう、まあもちろん故障した時もそうだけど、セッションの時に、はい、もうターボ、この黒い箱はターボ運ぶための箱なんですよ。起動させる。ターボチャージャー、じゃあそれコンテナ、コンテナ。The spare turbo charger you have to carry in the spare ですね。そう、スペアターボ。So you can change it during the day。そう、そうそう、それはここのオープンで。Change the turbocharger with the complete manifold. Yeah. 駅マニとターボとエアスチでボンボンって帰る。15分。その写真は結構あります。みんなで水をバーンかけて、あの耐熱手袋で、で、ある。Big gloves. そう。手袋して。20 liters of water. そう。そう。そう。でそれを毎回。で使い捨てのターボ。あ、そう、使い捨て、あ、そう。え、エンジンではそんな水かけて、エンジンは大丈夫、うん、エンジンはそう、まあ別に、そエンジンはそんなに熱持たないっていうか、まあ常に水回ってるんで、100度ぐらい、その止まる。だタービンは急に、冷やしちゃうと、だってもう歪んじゃいますよね。うん、だもう、はい、それで終わり。ああ、そうなんだ。っていうのを、僕もつい最近、まあ、あの今来てる、もう一人また別のメカニックが今来てるんですけど、はいはい、そいつがエンジンメカニック担当だったんで、そういう話を聞いて、で、あの箱はタービン運ぶための箱だよっていうのは聞きました。なんかいろいろ聞いてると面白いですよね。そうなんです。はい、これ昔雑誌で見たんですけど、はい、開発された当初はここにインタークーラーが、はいあ、はい、インタークーラー、クーレ途中から なりましたね。インタークーラー、何詳しいですね。インタークーラーっていうか、まず空冷、水冷か、はいはい、最初は空冷でやってたんですけど、はい、なんだろう、冷えないという、結局なんだろう、ドリフトの時に空気が入らなかったんですか。うん、冷えない、水でもっと、なんだろうな、インタークーラー用の冷却ラインと、はい、あのエンジン用の冷却ラインって別々で、インタークーラーはディフェレントラインね。こうシリンダー、エンジンクーリング and タブインタークーラークーリング。This is the intercooler. はい。So this is a water cooled intercooler. はい。So the cooler for the water is in front. そう。Yeah. And this is water cooled. Yeah.だからインタークーラーのためだけのラジエーターが別に持っていて、はいはい、そうそう、別で持ってる逆に、ブレーキのオイルも3つタンクがあれ、ブレーキ、あそこにブレーキ、リザーバー、フロントリアとクラッチ、別々のシリンダーでやってる。昔の車のクラッチもリザーバータンクっていうのはちゃんと持ってた。今のやつはブレーキと共用してる。あ、昔はやっぱり別々で持ってた。あ、そうなんだ。そう、思い出したのは、なんかね、最初の確かにセリカも自身も市販車も最初空冷が市販車水冷に変わって、はい、途中でマイナーチェンジしてるんですよ、ね。はい、やっぱそれはね、インタクラがですか、はい、後期の方がいいよって。技術的にはもう全然空冷、後半、前半は使い物にならなかったって、あ、そうなんですか。やっぱ言ってましたんで、空冷の時はね。技術、ただ当然市販車と同じじゃなきゃいけないので、はいはいはい、市販車も変えてる。そのラリーのためにあの水冷にする。で、市販車も水冷になったっていうふうに聞いてます、ね。はいはい、まあ、安定して。あとちなみに、うん、あれ吸気ですか、後ろから。あれ、そうです。サファリの時って砂、ほこり吸うじゃないですか。はい、だから、すごい。ほこり吸わないようにその後ろからシュノーケルでしたっけ、なんでシュノーケルって言うんでしたっけ。そうですね、シュノーケルって言って、砂とかもそうですけども、水だとかもう吸わないように、あ、後ろ向きでウォータースプラッシュとか、泥の中ビヤーっていくじゃないですか、ナマズみたいにして、なんで、そっか、吸っちゃうともうエンジン壊れちゃう、後ろから吸わないようにシュノーケル、高いところで、そう、ここまで水が来ても大丈夫、入っても吸わないように。それが市販車はフィルターだけで量足りちゃうんですけど、そうですね、そんなんじゃ追いつかないんですよ、はい、サファリ独特の形ですね、はい、まあ、このカンガルーバーとか、あのこのクイル、まあ、ライフォグランプ、これフォグランプも何バーンっていっぱいつけてる、はいね、それが、あ、これか、ウィングランプか、あ、うん、こういうのがサファリ独特の形ですね。会長なんですよ、あ、はいね、それで練習用で、はい、それだからあまりコメントでね、マスタードライバーではありますけどね、あまりセリカのこと言うと執行から叱られるんですよ。
だからあの時も執行に聞いてくださいと、はい、と申し上げました。今日執行いますか。あ、ちょっと呼びますよ。あ、いや、そうです、ジャイアノさん、ジャイアノさん、ジャイアノ、ジャイアン改めジャイアノって。いや、もう座っちゃいましょう。もうね、もう座っちゃいましょう、座っちゃいましょう、ジャイアン、ね、はい、あの聞いてみてください。どこまであの本音で言うかわかりませんけど、日本でこういう企画をするわけですね。で、いろんなとこ行って、まあ、森蔵さんって会長といっぱいいらっしゃいますけど、風間会長、いろんなところで、セリカ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 って言うわけです。なるほど。まだね、何かでも形のライブに行くのに、僕にプレッシャーを与えるわけです。決める権限はないけれども、決める権限ないよと言いながら、プレッシャー与えるわけです。なるほど。プレッシャーじゃない、ちゃんと要望言ってるわけです。だってね、あの、セリカ欲しい人。民意を反映するわけですね。いや、いろいろ開発にも苦労がありますね。いや、でもあの言っちゃっていいんですかね。ちょっと言ってもらって、やばかった、僕は訂正してくれる。そうですか、はい。まああの正直社内ではセリカ復活の声がむちゃくちゃ大きいです。社内でもね、社内でも当然皆さん今ここで決まっちゃったって言ってるから、ね、あの何にも決まってないから、ただ僕が来年いないかもしれないというだけなんですけど、なんとかセリカを復活させてですね、皆さんの期待に応えたいですし、はい、今日あそこに人事総務本部長もいます。おいるいるいる、行きましょう、東本部長。ちょっと一回だけ上がりましょう。一回だけ上がりましょう。いや、これ公開質問じゃなくて、いやいや公開経営会議だから。ああ、いいですね。I took it that time.When it was in our workshop, the car was completely. You know, can imagine 7 times. Bah, 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 bah. It was completely on the ground. Yeah, and you have this sanitary car and with a tire. And this tire. And the tire is like a table with a glass plate on and the identity card below. So unique. Perfect. Yeah, yeah.